はい、どうも門倉です。今日もちょこっと例のクッキー生活やっていきますかね。まあ火曜日っていうこともあって、今日で10日目ですかね、このクッキー生活が始まって。うん、10日もプレイしてるけどそんなに進んでねえんじゃねえかって思ってます。はい、ということで早速ログインしたところで実績が解除されてますね。甘いやつ、例の甘いやつですね。どれだろう、これか。砂糖玉を7個収穫するということで、まあこれが、砂糖玉のスタートラインの実績になってきますかね。この後に、まあ、77個777、ラッキー、77個と777と来て、まあそんぐらい取んないといけないのかな。そうなるとこのクッキー生活一生終わんないような予感がしますね。まあそんな感じで今日も元気にやっていこうかな。はいはい、ということで早速取れた砂糖玉1個で、どれかレベル上げていこうかな。1111、じゃあ振ってないってなるとこの銀行のところかな。いってきます。はい、株式市場を見るだって、すげえ、何これ。砂糖、バター、何これ、超面白そうなんですけど。カラーモード、線のスタイル、かっこいい。なんかいきなしエリートになりましたね。いいですか、エリート配信になっても。で、株を買うのか。とにかくアップグレードに100カーソルかかる。これ100消えるってことで、あ、出資をするんだ。なんだこれ、どうしよっかな。これが急に暴落することだってあるわけだよね。で、シリアルってどれだ。あ、やべやべやべ、ちょチョコレート、バター、いやなんか欲しいね、なんか買いたいけど。あ、なにこれ。あ、ここで、あ、売る選択してたのか。買うをやると、こんだけのクッキーを消費して買いますよと。で、10だとこんぐらい、100だと、で、欲しい。今の金額的に、あ、たっけーな、これが。あ、もうここはもうここら辺はすごい高い水準にいるから、今買っちゃうとすごい高くなっちゃう。で、逆にまあ下の方とかは安いと。チョコレートとか、いやこれってさ、どういう、最も高いクッキーの毎秒のより多くブローカー、より多くのクッキーを取引する素晴らしいブローカー、欲しい、雇いたい。ちょっとブローカー雇ってみます。なんか面白くなってきましたね。ただこういうミニゲームの方をおろそかにしてて、今度こっちの方が買えなくなるともう本末転倒かもしれないんでね。逆にさ、今私思ったんですけど、
まあ、こういうこれも結構かかるんですよね、クッキーが。これとかも、これとかも実際今これずっとクリックしててもたまんないじゃないですか。で、たまるときって黄金クッキーをつけて取ったときに、ここやばい、これって一番たまるやつじゃないの。やべ、これ一番たまるやつだ。ちょっとここだけ集中します、すいません、話が飛び出ちゃって。これ一番たまるやつなんですよ。いや、まあ確かにたまってはいるんだけど、そんなでもねえな。いやー、何買おうかな。錬金術ラボ、実は昨日やってる時にすごい黄金クッキーを拾って、それをクリックしたらもうここの画面上全部に黄金クッキーが出たんですよ。でそれクリックしまくって一気に錬金術ラボを買える額が一発で溜まったんで、それが来て奇跡的に変えたっていうところがあるんですよね。やべやべ。だから実際まだ俺の身分ってこの錬金術ラボに手を出すほどの身分じゃないんだよね、きっと。ひとまずアップグレードの方で魔法の塔を2倍効率的にするものが売ってるんで、これ買っていこうかなと思います。で、今 9% だったのが 18% と非常に、効率が上がったように見えますね。平均寿命が3時間。あれ、これどうやって選んだんだっけ。植えていきましょう。なんかもったいないよね。でも成熟まで1時間もかかるんだ。まあちょっとおいおい、これは植えといて見ていきましょう。ん？ちょっと待って、ごめん、もう一回見させて。約50分で成熟。ちょっと一旦様子見で2、なんかちょっとよくわかんないんで、一旦様子見で2植えていきましょう。別に安いしね。で、今度銀行の方行って、なんかこあれどんぐらい動いた、これ。これは下がった、もしかして。うん、なるほど。これって運ゲーなのかな。でも実際ここが最下層だから、シリアルどれだ、シリアル、あれこれか。ちょっとこのバフ終わってから続き見ていこうか。株が110個まで保有できるのか、シリアルは。で、上がったタイミングで売ると。あ、待って、これ雇えるんだっけ。あ、じゃあこのバフ中には雇っちゃおうか、ブローカー。
それ目指そう。雇う。どうなった？なになになに、そのコストが 5% ずつ減る。ブローカーのおかげで現在のオーバーヘッドコストがプラス 19%。 まあ悪いものは買ってねえだろう、きっと。であとこれも1個保有できると。決して間違いじゃないよな。で、こういうのって基本的に上がっていくもんだよね。買います1個。エッグ、振り抜けようと思ったら、ドイツのティックでは実際に買った時が 74.16 ドル、で売るときにいくらかっていうところだよね。利益がマイナスと。ひえ、利益ってよくわかんないけど、また所有してるクッキーとはまた別のものなのかな。なんか寄り道ばっかりして全然進んでねえ気がするな。で早速売ったらこの分の収益が入ってくるよっていうことなんだよね。つまり買った時よりかはプラスなんだよね、きっと。違う、買った時が
や覚えてねえよ、そんな注意して見てねえよ最初だからね。ただシリアルがこれ最後だから、まあやっぱり徐々に下振れ方向に下がってってるっていうことだよね。これをじゃあ別に100個買おうと思ったら買えるのか、買えなくもない値段だよね。10個買っときましょう。これはで買ったことによって株価って上がるのかな。なんか各全部10個ずつぐらい保有しときたいよね。ソルト SLT ってソルト、うん、塩だよね。塩がすごい好調と、大暴落する可能性もあると。でこれが何、バニラ。バニラは10個ぐらい買ったっていいか、全財産なくなるけど。でどれもこれも買った時のことが、買った時の価格を覚えてません。どっかで確認できるんでしょうか。ちょっとなんかこっちの方がらしいからこっちでやろう。すごいらしくない、なんかエリート感ない。やっぱり一番大事なのってエリート感なんでね。まあ随分まあたまにはこういう寄り道でなんかがあってもいいんじゃねえかなって思います。毎回毎回ね、無理やりいんでもさ、実績解除して何かしら結果を残そうとするっていうのもまあ面白いんですけどね。経過観察みたいな日があってもいいんじゃねえかなって。特に今日はこのこれが新しく実装されたっていうことでね、やっぱチャレンジしてみたいっていう気持ちがあるんでね。じゃあこのなんか上の固有のガレージって言ってさ、100カーソルでアップグレードしてするのも何なのかちょっと知りたいよね。うん、高えんだ意外に。どれもこれも高えな。これは塩買いましょう。10でこれもきっと買えるはずだから買おう。よし、バランス型でいきましょう。よく分かってないんだけど。ちなみにこの後これとこれとこれっていうことはまああとじゃあ300億ぐらいか、300億クッキーぐらいありゃなんとかなるのか。
でもさ、さっきこの一番左上のなんだっけ、これシリアルだっけ、このシリアルをさっき買ったとき10ぐらいだったんだよ、10ぐらいだったんだよね。だから今 13.95 ってことはかなりでもねえんだけど、微増で売り抜けた時に、まあ、ちょっと得する、そういう感じだよね。だからこれさ、違う、完全に分かってしまった、このからくりに完全に気づいてしまったよ。これさ、今安いじゃん、安いつか、まあこれで買えるじゃん、これで今のうち買っとくんだよ、ポン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 全部買っといて、いつかグッと成長して本当にまずいポイントになった時にバッて売ったらめちゃくちゃ大金が入るんじゃねえかなって私今思ったんですけど、だよね、多分これ合ってる、そういう認識で。つうことはもうやべやべやべ、ゆっくりもしてらんないね、早速全部バン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 買ってかねえと。このご固有のカレージって、あ、ガレージっていうのが何なのかちょっともう一回説明見たいですね。本当は多分こういうのも配信外で予習しとくのが当然なんだろうけど、もう予習も何もしてない。全部の物品の倉庫スペースがプラス25。やってみる。あ、待って、レベル2カーソルが必要だって。なんだよレベル2カーソルって、聞いたことねえよまだ。まあちょっとそんな感じなんでね、行っとこう。しかしなんか普通にこれ今日適当に、今日はすごい適当な気分でやってるんだけど、あれだよね、なんかすごい黄金クッキー引くね今日。やっぱりあれの効果なのかな、あれの効果がすごい出てるように感じますね。ほらほら、言わんこっちゃない。まあ別にこれは急いで買う必要も、すぐに効果が出るような話じゃないんでね。で、実際これ買った時の相場なんか覚えてなくていいんすよ。買った時の相場なんか覚えてなくてよくって、いざ売り上げ、だから、この、まあ売る時にいくらで売れるのかっていう、あれが表示されるんですけど、なんかその時の貯金だと思ってね、買っとくべきものなんですよこれは。で、ひとまず全部10ずつ買うっていうところが大事と。本当はもう全部マックス持っときたいけどね、そうした時に本当に困った時に売れるからさ。オッケー、これで全部10買えるのかな。ほいほいと。あー、なるほど。
10個ずつポン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 、ここら辺はもうなんか、各10個ぐらい買えそうな価格帯なんで、ひとまずこれはもう買ったから一旦外す。そんな感じでね、じゃあちょっと明日以降は本当は錬金術ラボを攻めたいところなんだけど、一旦ねこの10クラスで買えそうなここ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 、まあ工場銀行神殿まで、うん、まあ魔法塔も買えちゃうのか、ここまでちょっと各10ずつぐらい買うっていうところを目標にして次回やっていこうかな。で今回はもう一番冒頭に取ったこの砂糖玉が取れた、7個目が取れたよっていう実績だけなんですけど、まあこんな日があってもいいんじゃないかっていうところで今日は終わっていきます。はい、ご視聴ありがとうございます。